皆さん、こんにちは。コミカルな演技と愛嬌ある笑顔でおなじみの西田敏行さん。釣りバカ西シリーズや2021年放送の俺の家の話でも人気を博してきました。近年は杖を使ったり車椅子姿の役を演じることが多くなったため、何かしら病気を患っているのではという噂もあります。今回は西田さんの経歴と家族、そして現在について見ていこうと思います。まずは西田さんのプロフィールから見てみましょう。生年月日1947年11月4日、身長166センチメートル、出身地福島県郡山市、最終学歴明治大学農学部中退、所属事務所オフィスコバック。西田さんは現在妻と2人の娘と共に郷里から両親を呼び寄せて一緒に住んでいるようです。実は西田さんの両親は実の両親ではありません。実の父親は今井泉さんという名前で、家老の家系の子孫だったそうです。実の母親ののりえさんは今井さんより31歳年下で、あまりの年の差婚に周囲から反対されたものの、それを押し切って結婚。しかし西田さんが4歳の時に実父を亡くなります。実母は再婚を望みましたが、再婚したい相手にも子供がいたそうです。そこで彼女は子供がいない姉夫婦に西田さんを養子に出すことを決めました。こうして西田さんは5歳で白母夫婦の家へ養子に入ったのです。養母は西田美代さん、養父は西田達治さんという人でした。養父は洋画好きで、よく西田さんを映画館へ連れて行ってくれました。養父と一緒に映画を見るうちに、だんだんと役者に憧れ始めたそうです。役者になりたいと伝えた際も両親は応援し、援助を惜しみませんでした。役者になるきっかけを作ってくれた養父と、育て上げてくれた養母に今でも感謝しているに違いありません。続いて西田さんの妻と2人の娘について見ていきます。まず西田さんの妻は、4歳年下の久子さんという女性です。2人は日本を代表する名門劇団、青年座で出会いました。出会った当時、西田さんは正式な座員で、久子さんは女優志望の研究生だったそうです。西田さんは彼女に一目惚れしアプローチした結果、4畳半のアパートで同棲を開始。しかし2人とも貧乏な劇団員ということになると、生活は成り立ちません。そこで久子さんは女優を辞めて働きながら家計を支える立場に回ったそうです。そして1974年に結婚。彼女の献身的なサポートに加え、西田さんがテレビ出演で人気を獲得し始めた結果、順調に生活できるようになりました。結婚から2年後、西田さんは TBS ドラマ「居心地満点」と「三男三女性一匹」にレギュラー出演。1978年には「西遊記」で著白回。1981年の NHK 大河ドラマ「女対抗期」で豊臣秀吉という重要な役を演じました。1988年から「釣りバカ西」シリーズにてスーさん役を演じた三國連太郎さんと共に、最終作の「釣りバカ西二次ファイナル」まで出演。西田さんの代表作の一つとして知られている作品となっています。文字通り売れっ子俳優になった西田さん、彼が俳優としての成功の裏には妻の支えが不可欠だったと言えるでしょう。続いて2人の娘さんについてです。西田さんの娘さんは1976年生まれのさやかさんと、数年後に生まれたリサさんです。1980年代に第一生命や雪印の CM に親子で出演しており、幼い頃の娘さんの姿を確認できます。またフジテレビのドリフ大爆笑にも親子で出演。ただ彼女たちは女優にならず、今は一般人ということで、2022年現在の詳しい情報はありません。結婚しているか否かも不明。西田さんに孫がいるという情報はないため、2人とも子供を産んでいない可能性もあります。現在は個人情報保護に敏感な時代のため、孫の情報が漏れないようにしているのかもしれません。2人の娘さんたちは成人後芸能界に進まなかったことは確かです。幼い頃からテレビ出演で芸能界の舞台裏や大変さを知り、芸能人にはなりたくないと思ったのかもしれませんね。芸能界で長年第一線で活躍し、家族との仲も良好な西田さん、2022年に彼は75歳を迎えますが、
50代以降は病気や怪我に悩まされたそう。続いては西田さんの病歴について見ていきます。54歳の時には首の骨が変形して神経が圧迫され、手足のしびれが起こる頚椎性脊髄症で入院。神経圧迫部位を除去する手術を行い、翌月に仕事に復帰しています。55歳の時は自宅で倒れて救急搬送。原因は心筋梗塞でしたが、処置が早かったため一命を取り留めました。この頃の西田さんはヘビースモーカーで、かつお酒大好き。それにより高血圧や糖尿病などの心配も抱えていたようです。ちなみに復帰後のコメントによると、ここで死んだら遺作のタイトルがゲロッパになってしまうので、それだけは避けたかったとのことです。さらに68歳の時には自宅で就寝中にベッドから転落し、頚椎亜脱臼という怪我を負います。その手術を受けた直後に胆嚢炎も発症し、摘出手術を受けています。また西田さんの薬物使用疑惑が世間を騒がせた時期と重なっていますが、もちろん本人に薬物使用の事実はなく、中傷記事を書き込んだ男女3名は書類送検されています。また2018年頃に西田さんが女性の骨を折るという性癖を持っているのではという話がネット上で話題になりました。ガーシーこと東谷義和さんがガススルで5人のゲストを招いて対談する企画 VS5 でのエピソードにてある芸能人の性癖が話題に。風俗店で働く女性5人との対談だったようですが、そのうちの一人の女性が俳優の西田さんを接客した経験があり、西田さんから数百万円を対価に手の骨を折らせてほしいと求められ、この要望に応じたという驚きのエピソードを明かしたことを公開。しかし西田さんのその性癖についてはネット上の噂に過ぎませんし、本人もそれについて否定しています。西田さんといえば2021年の俺の家の話での永瀬智也さんや工藤官九郎さんとの久々のタッグが話題を呼んでいました。西田さんが演じるのは介護される能楽の人間国宝で、役柄上車椅子姿で出演するシーンが多いです。入浴介助のシーンでは裸をさらけ出すなど体当たりの演技を見せました。第6話はネット上で神回と評判を呼び、タイトルがツイッターのトレンド1位に。マイウェイを歌う西田さんの美声に驚いた視聴者は多かったようですね。最近の映画出演は2021年5月公開の命の停車場、2022年は大怪獣の後始末など話題作に出演しています。大病を経験したものの、その後の出演作は途切れていないほか、コロナが感染拡大した2020年には日本俳優連合理事長として俳優の窮状を政府に訴える一幕もありました。こういった積極的に活動しているところを見ると、西田さんはまだまだお元気なのではと感じます。ですがその一方で彼の体調を心配する声が上がっているのも事実です。とりわけ注目が集まっているのが下半身の異変。というのもここ数年は西田さんがドラマや映画で歩いたり走ったりするシーンがないに等しく、座っている場面がほとんどということ。また歩く時に杖を使っていることから歩行が困難になっているのではと心配されています。俺の家の話での撮影現場では休憩中も車椅子に乗ったままで、自分で歩くときは杖や手押し車がないと厳しい状態だといいます。息子役の永瀬さんが支えて歩くシーンの撮影で、西田さんがよろけて体勢を崩してしまい転倒しそうになったこともあったそうです。永瀬さんがとっさに体を支えたことにより事なきを得たようですが、思うように体を動かせない状態で現場に臨んでいることがわかります。所属事務所によると膝を痛めている事実はあるものの、深刻な病気というわけではなく加齢による関節の悪化とのこと。ドラマや映画出演の際にはあらかじめ事情を伝えて仕事を引き受けているそうです。2022年現在も持病の糖尿病の治療のために通院しているという西田さん。治療の傍ら、撮影のない日にはリハビリ姿を見られないよう人目を忍んで都内の病院を訪れてリハビリルームを貸し切りにして汗を流しているようです。俳優としての従来の動きを少しでも取り戻そうとする役者魂が伝わってきますね。生きている限りは役者を続けたいと自著で述べている西田さん。満身創痍の状態で仕事を続けていたことに驚かされますが、ぜひとも生涯現役を貫いてもらいたいですね。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。